ツイステッドワンダーランド。雷帝の槍省エネルギーモード起動時は操縦者による指紋照合音声認証または魔力のチャージを行ってください。よかった。さっきは槍から放出されるエネルギーが大きすぎて浮遊魔法で制御するのが難しかったけど、省エネモードの時には問題なく魔法で浮かせて運搬できそうね。それあ、ビルさん、槍を運ぶ役目僕がやります。魔法で荷物を運搬することは実家の手伝いで慣れてるんで。あら、急に荷物持ちを申し出るなんて、どんな心境の変化？収容所の中でもさっきのタイタンとの戦いでも僕あまり役に立ててなかったので、荷物持ちくらいはさせてほしいっていうか。ああこの程度の荷物運びで疲弊すると思われてるなんて、舐められたものね。そういう意味じゃなくて、ビルさんたちにはいざという時のために少しでも魔力を温存しておいてほしいんです。僕や監督生さんは先輩たちほど戦闘では役に立てない。だからせめてそうじゃない時くらいは役に立ちたいかなって。いつもは止めたって前に飛び出していくくせに急に塩らしくなっちゃってどうしたの？自分の弱さを認めること、それは前よりも強くなった証拠だね。しかしムシューヒメリンゴも監督生君もそう気負うことはないよ。君たちはすでに十分にやるべきことをやってくれている。ルークの言う通り、今無理をして後でへばられた方が迷惑だわ。わかりました。でもビルが大きな荷物を運んでいるのを見かけたら代わりに荷物運びを申し出たくなる気持ちはよくわかるよ。入学したての頃はビルが購買部や麓の町へ買い物へ行くと聞けば率先して申し出るものが多かった。時にはポムフィオーレ生でなく多寮生まで混じっていたほどさ。人だかりがあるところにビルありという感じでね。あんなのは芸能人が物珍しくて寄ってきていただけよ。数ヶ月もすればほとんどの生徒が飽きたわ。飽きたというよりも君のストイックさに追従できる生徒が少なかったという方が正しいかな。じゃあもしかしてウィルさんとルークさんの出会いって荷物持ちがきっかけ？まさか。ルークが私に声をかけてきたのはミーハーなジャガイモたちがすっかりいなくなった頃。今は勉学に集中するために長期間公演をする舞台や映像作品の撮影はほとんど断っているけど、1年生の頃は入学が決まる前に引き受けていた舞台や映画の仕事をいくつか継続していたの。それで次の舞台に向けて中庭のベンチで台本を読んでいたら突然ファントムだ。今まで出会ったものより明らかに大きいぞ。監督生下がって。格納庫でしっかり休憩しておいてよかった。そうね、タイタンとの連戦だったら危なかったかもしれないわ。もうウィルさんとルークさんの出会いの話を聞こうとするとすぐ邪魔が入る余裕だねヘペル君。余裕があるわけじゃないですけど、やっぱり自分の寮の寮長と副寮長のことだし気になるかな。確かビルが中庭で台本を読んでいたところに私が声をかけたんだ。うららかな午後の光の中、優雅にベンチに腰掛けたビルの姿は一枚の絵画のように美しかった。声をかけるのにとても緊張したよ。嘘おっしゃい。とても緊張してるとは思えない態度だったわよ。忘れもしない最初の会話は。いやあ、先日君が出演している舞台を見たよ。君の演技は他の演目で何度か見てるはずなんだけど、どれも印象に残ってないんだ。でも今回の悪役ぶりは見事だった。あれほど横暴で冷徹でヒステリックで最低な人間になりきれる役者はなかなかいないよ。それが私とルークの出会い。うわ、
おう、ラララ。私からすれば最高の褒め言葉だったんだけれど。だとしても思ったことを全部口に出しすぎなのよ。当時はなんだこの失礼な奴はと思った。それはそう思われても当然かな。以来私が無反応でもルークはいつも勝手にやってきては出演作の感想を好き勝手喋って帰っていった。いい感想も悪い感想もね。最初のうちはご意見番ぶって役者に上から物申したいだけのやつなんだろうと思ってたわ。でもそのうちルークが述べる感想というか指摘が妙に鋭いことに気づいたの。いやあ、君が出演していたミュージカル映画の最新作を見たよ。ラストシーンで自らの失恋を悟った時の表情、すごく良かった。いやあ、今回の舞台は前回の演目よりも演技が伸び伸びとしていない気がするけど、どうしたんだい？こんな具合に自分でもうまくいったと思ったところはピタリと拾ってくるし、演出家のプランに応じて芝居をしたけど、自分ではあまり納得がいかなかった部分なんかをズバリと言い当ててくることも多くて。君はあのラストシーンに納得いっていたの？私にはとてもそうは見えなかったけど、とかね。それでなんとなく聞いてみたのよ。あんただったらあのラストシーンをどう演出した？って。そうしたらルークの話が終わるのに5時間かかった。5時間？実に有意義な時間だったよ。ビルの出演作についてだけでなく、お互いが見てきた作品、演出、脚本について議論を交わして、気がついたら寮の門限をとっくに過ぎていて、忍び足で寮に戻ったっけ。私は芸術や演劇に関しての知識は同年代の誰にも負けてないつもりでいたの。でもルークの知識の幅広さは私の比じゃなかった。実を言うと半分くらい話についていけなくて、すごく悔しい思いをしたわ。私はビルと違って幼少期から自由に使える時間が豊富にあっただけさ。それからルークとはよく放課後に中庭でいろいろな話をするようになった。会話が白熱しすぎて雪が降った日には二人で風邪をひいてしまったこともあったね。先輩たちでもそんな頃があったんですね。でもなんで雪の日にわざわざ外で話をしてたんですか？同じ寮なんだし寮に戻ればよかったのに。ああ、その頃私はまだサバナクロー寮生だったからね。へえ、ルークさんってサバナクロー。え？それはね、おっと、みんな見てごらん、次の収容所の扉が見えてきたよ。本当だわ。くだらないおしゃべりは一旦ここまでにしましょう。ちょ、待って待ってください。ルークさんの話の続きが気になりすぎる。そんなのいくらでも話してあげるさ。次の収容所を全員無事に抜けることができたらね。そうか、階層が深くなればその分ファントムも強くなる。ええ、前のようにはいかないでしょうね。それにオルトたちが何を仕掛けてくるかもわからない。気を引き締めていくわよ。さて、オルト君はどう出てくるか。人の声だ。特警班が助けに来てくれたのか。誰？攻撃しないでくれ。私はただの研究員、必戦闘員だ。本部はどうなった？ケルベロスシステムは復帰したのか。ああ、なんてことだ。縛られて目隠しをされている。今自由にして差し上げよう。君はナイトレイブンカレッジから連れてこられた被験体と島を襲撃したっていう。ええ、そうよ。被験体いいこと、ビルシェンハイト。こっちは嘆きの島に珍事件の主犯として名前を刻まれたであろうルーク。君たちはなぜここへ。詳しい経緯は割愛するけど、この事態を収束させるために冥府へ向かっているところよ。あなたこそどうしてこんなところに。
緊急事態発生の一報を受けて研究室のメンバーと脱出用ターミナルへ向かっている途中、カローンに捕らえられたんだ。わけがわからないままここへ連れてこられ、 ID カードを奪われて拘束されてしまった。カローンは ID カードをどこかのケージに入れると、私をここに置いたまま立ち去ってしまって。なるほど、オルト君が言っていた次は入り口に案内用 NPC を置いておくとは、こういうことだったんだね。あいつ、そったことのために丸腰の人と危ねえ場所さ置いてくんずだ。収容所のケージ内の回答が進み、ファントムが活動し始める音が聞こえて、もうダメかと。安心するのはまだ早い。早く ID カードを見つけなきゃ、ファントムに囲まれて全員ゲームオーバーよ。カローンがどのケージに ID カードを入れたか分かりますか？ずっと目隠しをされていたから詳しくは分からない。でもカローンがケージを開けた際に一瞬聞こえたファントムの声からして、獣種あるいは甲殻種の個体ではないかと思われる。そのどちらかなら800番台の数字が刻まれたケージに収容されている確率が高い。分かったわ。それじゃあ私たちが ID カードを見つけるまでどこか安全なところに隠れていて。分かった。ここに来るまでにも様々なファントムと戦ってきたけれど、ファントムにも獣種や甲殻種などの分類があるんだね。実に興味深い。ちょっとワクワクした顔するのやめてほしいかな。過ぎたる好奇心は災いのもとよ、ルーク。それじゃあ気を取り直して ID カード探しを始めましょう。